前島とは、三河湾にある三河湾国定公園内の島。対岸から約600メートル離れた無人島であり、周囲は約800メートル。干潮時は東はず海岸と陸続きになる。愛知県西尾市に属する。別名、うさぎ島、びわ島。良質のアサリの産地であり、潮干狩りで賑わう。戦前より、 近辺は海水浴場として開発されており、対岸を走る三河鉄道の手により無料休憩所、海の家が建設された。当時は島の形がビワに似ることからビワ島と呼ばれていた。戦後は観光開発を推進するはず町によってサンマーハウス30個と照明塔が整備され、島への連絡船や海域を巡回する遊覧船が就航した。 1951年の夏までに、はず町の予算10万円で桜、もみじ、平戸とつつじ各100本、さつき150本、山まつつじ180本に余りが島に植樹され、対岸からの架橋も一時計画された。1958年には島所有者の証券業組と名古屋鉄道との間で、賃借契約が結ばれ、観光開発が本格化する。 うさぎ島と名付けられた前島にはのうさぎ、アンゴラうさぎなど8種300羽のうさぎのほか、モルモット、インドクジャク、キンケイ、ホロホロウなどが、島内に放し飼いにされ、同じくルを放し飼いにした沖の島と共に、三河湾海上動物園を形成した。同年9月には、愛知観光船が、都選免許を取得し、東、はずこうから前島、沖の島を経由して、 西野浦町の西野浦港に至る定期船が往復運行するようになる。島内には展望台、休憩所、売店、トイレなどが整備され、春には広場南側に30本植えられた大島桜の花見や潮干狩り、夏は島北側の海水浴で賑わいを見せた。三河湾海上動物園は開園当初より年間20万人ほどの集客があり、 最盛期の1978年には56万人を記録したが、1980年には25万人に半減し、以後も減少を続け1995年には14万人ほどになっていた。そのを運営する公益財団法人日本モンキーセンターは、当時年間6000万円の赤字を計上していたことから島からの撤退を決め、 1997年11月30日に、うさぎ島は閉園となった。閉園時、島内にはうさぎ約100羽、わらびー6頭、クジャク46羽が放し飼いにされていたが、このうちうさぎ77羽が、動物ショップ業者に、わらびー2頭が、愛知子供の国に、クジャク22羽が、内海フォレストパークに引き取られ、残るウサギ20数羽とワラビー、クジャクは、 日本モンキーパークのちびっこ動物広場で飼育された。名鉄海上観光の定期船は閉園と同時に廃止されている。現在は島への定期船はなく、潮干狩りシーズン中に漁協による船が就航する。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代。現代西尾市、2013年、312ページ。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代。 現代西尾市2013年400ページ大田から日の出徳三河鉄道沿線名所と伝説三河鉄道1936年134ページ大田から日の出徳三河鉄道沿線名所と伝説三河鉄道1936年126ページ西尾市編纂委員会はず調子本文編纂近代現代西尾市 2013年、312から313ページ。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代に。AB 西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市。2013年、318ページ。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市。2013年、317ページ。 ABC 西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市、2013年、401ページ、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、184ページ。ありがとうございます。